ここからは解説マン、今日は奥田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマ何でしょうか。はい、今日までですね、アラブ首長国連邦のドバイで、国連気候変動枠組み条約第28回締約国会 COP28 が開催されています、はい、ということで今日は気候変動を取り上げます。なるほど、まあ、今年の夏日本でも本当に記録的な暑さとなりまして、国連のグティエレス事務総長も地球沸騰化という言葉を使っていましたよね。そうですね、異常な豪雨ですとか長期にわたる干ばつ、海面上昇などにより世界中でたくさんの人たちが故郷を追われ他の地域への避難を強いられています。国内避難民監視センターによりますと昨年自然災害による避難民は3260万人で紛争が原因の2830万人を大きく上回りました。世界銀行は2050年までに2億1600万人が移住を迫られると推計しています。今回国連児童基金ユニセフのケニア事務所にいる坂谷明子さんにオンラインでインタビューをしました。日本では猛暑に加えゲリラ豪雨が異常気象の代表例として取り上げられますが、中東やアフリカではここ数年干ばつが続いてきました。干ばつというのは水がないということなんですけども、これ具体的にはどんな状況になっているんでしょうか。はい、坂谷さんの話から見えてくるのは、温暖化による気候変動は将来の課題ではなく、命の危機に直結する目の前の問題だということです。アフリカは気候変動により特に大きな影響を受けていて、それが干ばつ、水害、バッタの大量発生、それから黄熱病、マラリアなどの感染地域の広がりなどにつながっています。で、特にケニアに関して言うと、過去40年の中で最悪の干ばつが続きました。ユニセフとケニア政府が共同で作成した地図を見ていただくと分かるんですけれども、はい、色の濃い部分が気候変動の影響を特に受けている地域なんです、うん、北はエチオピアの国境、そして東はソマリアの国境に接しているんですが、特にこの辺りが乾燥の多い地域で、干ばつが起きるともういち早く子どもたちに影響が出る地域です、うん、難民の方々が、ケニアの方に入ってこられて、難民キャンプのキャパを超えてしまったり、またハシカやポリオなどの感染症の再発を招いているという状況があります。なるほど、遠い地域のことかと思っていましたが、直接お話を聞くと大変な状況だということが分かりますよね。はい、水がなくなるということは単に飲み水や生活用水がないということではなくて、それに伴って負の連鎖が起きるということです。食料を求めてたくさんの人が住み慣れた町を離れることになりました、まあ、そのために通っていた学校に行けなくなってしまう子どもたちが出ます。それから医療従事者や治安を守る警察官もその町から減るということで、まあ、治安が悪化したり、それから今まで受けられていた医療がだんだん受けにくくなってくる、それから家計のために働くということで学校を辞める子どもたちが増えました。それから、まあ、非常に残念なんですけども、生き延びるために子供を早く結婚させてしまう、まあ、それ以外に方法がないという、そのような話も聞きました。なるほど、温室効果ガスをほとんど出さない子供たちが誰よりも影響を受けているということなんですね。はい、残念ながらそうなんです。9月にケニアで初めてアフリカ気候サミットが開かれました。その時出た声明では、アフリカは温室効果ガスの排出が少ないにもかかわらず大きな被害が出ている。先進国の人たちに気候変動を抑えるため、日々の暮らしの中で何を変えていけるのか考えてほしいという内容でした。具体的には資金援助が必要だということです。まあ、気候変動というのは一言ではないということが分かりましたし、今すぐ自分にできることっていうのを始めていきたいものですよね。坂谷さんは最後にこう訴えています。瓶に入った水を選ぶか、プラスチックに入ったペットボトルの水を選ぶかっていうような、その日々の選択からまず考えていけたらと思うんですけれども、まあ、それと同時に、政府ですとか地方自治体が、気候変動に向けた動きをしていくのを、まあ、支援することで、日本全体がより気候変動を抑えられるような国に変わっていくことで、実はアフリカの子どもたちを救うことになると。
坂谷さんによりますと、今年4月から雨は降り始めたということですが、逆に乾いた大地に大量の雨が降ったということで、洪水を引き起こしてしまったということです。ユニセフは食料援助は感染症対策などの緊急援助をするとともに、高校生が気候変動を学ぶ機会を設け、ラジオで発信するプロジェクトにも取り組んでいます。ユニセフへの支援は日本ユニセフ協会のホームページから確認できます。ここまで今日の解説、奥田さんでした。